順次よ。パートナーセレクト。私を使って壊刑事課一係監視官めちゃくちゃに常森茜です。すでにバレた。余地があるわ。終わらせてやる。
完了しました。
ブラスターズよ、果てしない戦いにあってなおも拳を振り上げることをやめない英豪の探求者たち、我らの勇気や知恵よりもその光り輝く愚かしさこそが愛おしいのだ。忘れ果てていた我ら、わらわたちもかつては確かにそれを持っていた。ああ、ジグソーが消えてゆく。善が一に、一が善に。今こそ、我らはわらわとなろう。さらばだ、無限の破壊者たちよ。白衣
がすっごくかっこいいジョイさんなのですよ。了解だ。二度と会うことはないかもしれないが、この恩は忘れない。その人にも伝えておいてくれ。そんな真剣な顔をして。どうしたじゃないよ。今まで気絶してたんだよ。気絶？そんなわけないだろう。さっきまで私は戦っていたはずなんだが。おかしい。妙な連中と妙な場所で戦っていたような気がしたんだが、思い出せないな。戦ってる夢でも見てたんじゃないの？寝てる間も修行してるなんてお無駄らしいけど。まあいい。それよりも今日はアスカたちとバーベキューだからな。もう少し動いて腹を減らしておかないと。それなんだけど、何も言わずにこの手紙を読んで。なんだこれは。で、アスカかな。心配しなくても忘れたりしないぞ。久しぶりに肉が食えるからな。じっちゃんがぎっくり腰になったのでバーベキューは延期です。ごめんなさい、アスカ。無限無休無尽の半宇宙で残骸の残骸の残骸を拾い集めて寄せ集めてかき集め続けて、今こそ全てが一つに、一つが全て。
三神器の一つ。大事なものを失い、時に苦しみ、時に血を流し、それでも希望を抱き、前に進み、戦いをやめなかった魂の輝きは。その方向こそ、眠れる姫君に送る王子様のキスだ。最強の蘇生呪文よりもロマンチックで、最高の目覚まし時計よりもグルービー。まるでヒロイン、まるでヒーロー、小娘みたいに憧れてしまうよ。矢を払わん世界の破壊者たちに。残る神器は二つ。最極の空虚を抜け、究極の門の先へ行くために、さあ次の仕込みを始めなければ。ゲームオーバー。